PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは599本目、 3D ミュージアムをお送りします。 LD ロムロム専用の、3D ものがね、もう 3D で見るこの何ですか、映像がみっしり詰まった、もう 3D ミュージアム、まさにミュージアムなんですね。はい、 3D ゴーグル、これレーザーアクティブ用にこの3D ゴーグルって発売されてたんだけど、 3D ゴーグル対応、そしてこのね、付属でこのメガネ、 3D メガネ、いろんなメガネがね、白赤やら赤青やら、今ちょっと映ってますけど、メガネが10本ぐらいついてるんですね。正確にこれ私中古で買ったね、正確に何本ついてたのか分かんないんですけど、メガネも、メガネ 3D メガネもついてるんで、ゴーグルがつかなくても大丈夫だから、みんなでね、なんか10人とか集まった時にみんなで映画館のようにね、自分のこのホームシアターで映せばね、こうみんなでこうね、楽しめるわけですよね。一人だけじゃなくて、こうみんなにメガネを貸し出ししてね、はい、楽しめるんでございますよ。はい、 3D ミュージアムです。黒金さん、ニコメさん、アラン・プロストさん、リンドウさん、ありがとうです。ダルダトムさん、シエリさん、カズキューさん、10個目さんいらっしゃい。黒金さん、ありがとうです。あーね、メガネ貸し出し、今でもテレビ用のメガネでもいけますか。いけます、いけます、何でもいけます。映像がね、裸眼用でもあるんですね。裸眼用、その 3D メガネ用、3D ゴーグル用みたいな、ね、感じで、はい、まあ、3D ゴーグルが一番飛び出す、ね、頻度が多いって、頻度が飛び出してよく見えるみたいなんですけどね。まあ、他のシステムでもいけます。はい。3D テレビ用のメガネでもいけます。もういろんなあの 3D 対応してます。はい。ラコツ。14個目さんいらっしゃい。はい、94年6月25日発売、パイオニア LD ロムロム、これ両面仕様でございます。12,621円、税込みだと13,000円です。はい、その他、まあ一人用になってますけど、皆さんでね、こう見るんですから、こう皆さんでこのメガネをかけて楽しめるんで、一人からまあメガネの分だけね、まあ10人用でもいいんでしょう。どんなゲームか全くわからないぞ。 3D ゴール、まあゲームっていうじゃ、ゲームじゃないですね。はい、もうミュージアムですから。 3D ゴーグル対応、バックアップ528バイト、自分でね、好きなこの何ですか、映像プログラムするのをセーブできます。はい、それでは行きましょう。お疲れ様。 3D ミュージアムノーコンキード選手、皆さんメガネがあればね、メガネかけてください。はい、もう有名クリエイターの方がね、もう、はい、野中秀則さん、川口真央さん、中野博之さん、細野晴臣さん、清水康明さん、越美春さんとね、はい、サウンド映像とね、もうサウンドと映像のスペシャリストさんたちが、青と赤のセロハンメガネでも大丈夫ですか。そうです、赤と青のセロハンメガネでも大丈夫です。はい、和骨です。バーソーさんいらっしゃい。赤をメガネだとね、メガネ必要なら昨日言ってよ。あ、そうですね、昨日言ってよかったですね。赤尾メガネだと、まあ、ちょっと立体感の薄い作品がありますが、出ると思い込むときっと映像が飛び出してくるということですね。立体感が得られないときも来てるという印象を受けると思います。ただし赤尾メガネはね、1日20分以上は、脳と目に良くないのでね、かけすぎに注意ですね。で、シサメガネ、シサメガネっていうのは黒と白ですね。黒と白の、メガネがね、これ付属でついてますけども、こちらは、初心者の人は連続10分以内、慣れたら15分、マニアは30分ぐらいまでが目安ということでね、はい、あ、初心者の人は連続10分以内のね、白黒メガネの使用は控えてください。それから別売りの1万5000円するんですけどね、 3D ゴーグル、こちらは、このゴーグルを使用するととにかく 100% 間違いなく立体感を得られるということでね、残念ながら付属にできませんでしたが、別売りにてお求めいただけます。このメガネをかけると、おかけになると、その作品がどんな作品だったのかすぐにもわかるということでね、ぜひお試しください。驚き、にっこり、興奮、間違いなしです。で、もちろん裸眼、多くの作品がメガネなしでもお楽しみいただけますということでね、はい、目を寄せて立体にする方法があるので、皆さん目を寄せてください。そして、遠くを見るかのようにぼんやりと見ていると立体感が得られるね、二通りの方法がありますけれども、本作品は目を寄せてみるね、交差法で収録してありますんでね、皆さん目を寄せてください、ね、
目が出ない人はこの目を寄せて見てくる、見ていただけるとこね、飛び出して見えるということです。猫じゃらしさん、森さんが一番さん、赤戸大門さん、倉掃除さん、いらっしゃい、モスコさんありがとうです。はい、それではね、行きましょう。これ操作が難しいね、マニュアルで。操作法ですか。ツアー、いろんなツアーがありますよ。 3D ツアー行きましょう。はい、赤戸大門さん、交差法という、右目で左を見て、左目で右を見る感じですね。交差して、はい、ここのメニューだとね、はい、ミュージックで、ね、十字キーに対応してるのかな、これ。和骨です。あ、これメガネ対応なの。 黒白があればいいみたいな感じですかね。タカさんですよ。おいえーす。こんな音楽とともに行くわけですね。 Go to サイ、うわ、サイド B なのいきなり B 面でした。ちょっと待って待って、 B 面はやめて。はい、あら Go、 これ操作がいまいちよくわかんない。わらわら、 A 面だけで今日はね、はい。イルカはいつ出てきますか。イルカの映像あるかな。あ、なったったっけ。とにかくいろんなね、もうね、とにかく映像が入ってますよね。はい、これは何ですか、あ、飛び出してますね。かなり飛び出してますからね。あ、来てますね。ミルしぶきのね、この上がる様が。ケタリン用意しなきゃ。和骨です。タカさんがありがとうございます。38個目されて、これ公園の水飲み場で見れますよね。いやいや、水飲み場でこんな見てるところの不審者とかでされますから。わらわら、はい、プールの目を洗うやつですか。羽衣フーズの雫が落ちる時の表現みたいですね。ロムさんみたい。あ、羽衣雫落ちる。これは何ですか。あ、これは。ピンホールメガネでかなり飛び出ました。ピンホールメガネでかなり飛び出る。ミュージアムって何のですかね。よし、もう 3D のミュージアムだよ。でも 3D 飛び出も 3D 映像。ウルトラマン始まりそう。飛び出しますね。おーいえー、東映さんです。あれだここの映像はスクリーンセーバー用の映像みたいですねちょっとこのガーデンじゃなくて、このグラスがいいな。グラスね、裸眼がいいですね。裸眼でいきましょう。裸眼で皆さんもね、裸眼ですから。もうとにかく 3D ゴーグル対応ですよ。こう赤青メガネ、白黒メガネ、一番下 3D ゴーグル、もう3、そして裸眼と、もう 4つ対応ですから。もうとにかく 3D、 いや、これ裸眼でいきましょう。裸眼用のプログラムがありますね。はい、はい、裸眼 GO。 これでね、飛び出して見えるとこ、あー、これね、はいはい、ステレオグラムですね。ありました、ありました。飛び出して見える、目を寄せてください。目を寄せるとね、こうね、飛び出してきますんで、はい、寄せてみてください。はい、
まあ、これはね、交差法でね、見るといいんですけども、平行法でね、見たい方、平行法で、見たい方はね、テレビモニターを2台用意してね、2台並べて、このモードを選択してればね、これで交差法難しい、肉眼で平行法で見えるということですよね、2台。テレビのサイズでやるの難しそう。テレビのサイズだとあれかもね、しないですけど。合わせる点が欲しいですね。そうですね、点が欲しいですね。見れなくないけど椅子からすごいのけぞらないと無理。椅子からのけぞらないな。はいはい、うん、被写体がなんか微妙です。被写体が微妙ですか。これがアハ体験というやつですか。これがもうアハ体験ですよ。しんどい、うん、楽すめ、楽すめで、ラックスメガネでサンディ、お、ビジョンが流れた。おお、和骨です。60個みたいで。なにこれ。レイディアントシルバーガーのラスボスじゃないかな。何って。62個みたいで。おお。ああ。こんばんは、和骨です。早い検査でしょ。なんか平沢進思い出した。平沢進思い出した。あ、はい、というわけで。これサブリミナルでラックス式の主張が入ってくるんですよね。何かメガネあたりのボスにいそう。さあ、向かい。3D ツアー。さっきはちょっと、D 面のツアーでしたけど。A 面ツアー。A 面もツアーあるんだ。で、26のツアーパターンがあるという。オデッセイは B 面だったよね、デリックサイドは A。 あ、これだね。はい、ネガティブハンドルのボスにいそうな、あ、裸眼の方でオッケーです。おう、数字が飛び出してみますよ。アフターバーナー2のおまけルームを思い出しますね。
ヨーソルだよね。アフターバーナー2にありましたね。あ、もしね、あのメガネかけてもちょっとね効果うまく出ないなっていう方は、付属のメガネをね2枚3枚重ね掛けで見たりね、テレビモニターの色を少しいじるとかね、メガネの色とモニター上の赤青の色が一致するとドカーンと奥行きが深くなったり飛び出したり、飛び出たりするのですということですね。ちなみに明るさを少々暗くしてコントラストを少々上げておくと全体的に効果的なんでね、ということなんで、コントラストをちょっと上げてもらって明るさを暗くするということですね。はい、別売りの、3D ゴーグルだとコントラストを上げると、良いと、ただし長時間の、ね、視聴は体に良くないんでね、なるべくというか絶対にやめましょうということですね。はい、立体でなくても美しい映像ばかりですので、バラックスを選択して何もかけないでご覧になるのもいいと思いますよということですね。はい、スーナーさんいらっしゃい。メガメガ。お、間違えた。続いて、あ、これもありますね。はい、レッドロボ。赤いロボ。これ赤尾メガネがね、推奨と。おお。わお。変形してボスになりそうですね。わお。真っ黒黒しけ出ておいで。わお。はい、続いてこれなんですが、ミックマック。こっちで。ワンタさんがありがとうございます。
なだけ見てぼーっとしていただけるといいみたいですよ、これね。キムフトシマスカット切る。キンタマスカット切る。おじさんがありがとうです。オッケー。おお、おお、これなんだ、目が。寝ちゃっていいかな、くださいわくはリスナーできる。もともとこれ以降はもうリスナーさん少ないかな。金曜やってたんでしたっけ？金曜やっててちょうどいい塩梅でした。あ、これイルカだったかな？イルカかな？どっちか金曜やってましたよ、これね。ちょうどね、ぐっすり。これ平日枠にいいんですよね、ちょうどね。ね、ちょうど、ね、よく眠れるんでね。はい、じゃあ、この下。んこれどっち？これね、ここ。これなんだろう。すやーっとね、うん、これ右側。わ、これまた。シューティングゲームのボスだ。シルバーガーのボスじゃないか。走ってきた、走ってきた、走ってきた、走ってきましたよ。走ってきた。みんな横向いて。うわ。うわうわうわ。ケタミンいらないですね、これは本当にね。現地に見てる。天候に厳しいですね。うちのテレビ画面はあの、あ、青が、青色、青がにじむんでね、ブラウザの方が綺麗かもしれない。これなんだ。砂嵐が。最後砂嵐で、あ、まだあった、まだあった、まだあった。こんな四角いブロックが、ああ、マンダーラー、マンダーラー、マンダーラー。
はい、というわけでアンケートコーナーのお時間でございますよ。通販サイトはただいま売り切れ中、見つけたらぜひお買い求めください。なかなか見ないと思いますよ。私はね、7年前に手に入れましたね。ちょっと持ってなかったんでね、配信当時は。2015年に 手に入れました。はい、だから2015年だから、まだ2回ぐらいしかマラソン枠に、ね、出てないかな。これ今日3回目かな。解禁賞じゃないですね、マラソン枠。アマゾン、楽天、ヤフオク含め在庫ございませんでした。ヤフオクで私が落とした時いくらだったかな。1万ぐらいだったかな。2015年でね、1万ぐらいでしたかね。1万2000いったかな。1万か、まあその1万1万2000ぐらいでしたかね。いや、これ5いくらだったかな。いや、あれは渡辺美奈代かちょっと忘れちゃった確か1万5000だったら何だったかな。なんか破格のやつがあったんだよね。はい、持ってる持ってた人は、じゃあ2番はまだ持ってないよって人ですね。まあ、LD ロムの変ポコさんいらっしゃい。 LD ロムロムソフトなんでね、なかなか所持率はいつも少ないですけれども、どうでしょう。まあね、レーダークテープ持ってる人はね、持っておいて損はないと思いますよ。いろんなね、もう 3D 映像が、ありますんで、まあ音楽もね、もう環境、ソフトとしてね、ただ流しておくだけでもいいんじゃないでしょうか。はい、前回はなんとね、所持率ゼロじゃなかったんですね。 2.6% でしたかね。 2.6% でちょっとびっくりしちゃった。ゼロかと思ったら 2.6% だったんですけど、さあ行きましょう。テレ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 デデデンテレ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 デデデンテレ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 デデデンテーン。所持者がいらっしゃったんですよね。結果発表デデデデン。ええ、増えてるじゃない。4.2 増えてる。増えてる。2.6 でも多いと思っちゃったのに。4.2 だ。はい、というわけで。不眠症の方が重い。不眠症の方はね、ぜひね、これね。はい、これとメロンブレインはね、持っておいて損はないと思いますね、はっきりでね。たっぷり 3D 映像楽しめますしね。 3D メガネお持ちの方もね、いろんな 3D メガネに対応してますから、はい、いろんなメガネをかけながら見るのがいいんじゃないでしょうか。ハードオフのジャンクコーナーで見つけました。200円でしたよ。すごい、ジャンクコーナーにありましたか。左下のアイコンみたいなのが黒いチークビのおっぱいみたいで目が飛び出る度合いですね、あれね。あの一番左が、何ですか、あれですね、一番飛び出して見えるということですね。3D ゴーグル。はい、ご視聴ありがとうございました。今日は 3D ミュージアムをお送りしました。明日はあのハンターがやってきます。ハンター一行がやってきます。お楽しみに。はい、お疲れ様でした。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 おっぱい。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。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 ハンターが。